伊王寺は愛知県新城市にある総東州の寺院。三号は長篠山。本尊は薬師如来。長篠の戦いで武田勝頼が本陣に利用した寺として知られる。伊王寺氏によれば室町時代の僧、古都室、慶恩によって大道山泉流院の末寺として改装されたという。明王七年、古都室は諸国安家の末に、 したらぐの久保という地にあった昭安に巡り合った。この岩に住み始めると里人からの支えを得た。金剛を漁する菅沼氏からの帰営も重なったためか、永正11年には、昭安は立派な仮覧の寺院に生まれ変わった。その昭安が、かつては、蓬来寺の新言が学等、伊用院の末に連なっていたという経緯で、事後は、長篠山伊用寺と定められた。これには、 当時本尊、薬師如来の異名が、大洋仏であることも起因している。だが、古都室は自らによる解散を望まず、厚見郡の全久子院解散で知られる市の国保警局に、解散を廃称、古都室自身は、伊王寺の二世十字になったという。解散当時の流しの上主である、菅沼元成は元より、広大では、野田城初代上主の菅沼貞則から盆昇起身。 されるなど、大旦那であったタミネ城主、菅沼貞ダ蔵菅沼一門の熱い庇護を受けた。他にも、永六年間には、今川氏真から、茶の湯量五漢分の寄進、天正元年に新たに、長篠城主となった奥平貞政からは、水田一長部の寄進を受けている。月ツ府ンフ水尾将が四世十字を務めていた、天正三年には、長篠の,の戦いが勃発。 武田勝頼の本人が敷かれた。後日、長篠城のご爪に、織田信長と徳川家康の連合軍が現れたとの方を受けると、山形正影や馬場信春などの諸将と軍議が開かれ、連合軍との決戦が採択された。なお、三門の脇には三河が、池と呼ばれる池があり、片葉の足の伝説で知られる足が生息している。江戸時代までは十四箇所に松字を有していたが、 その多くが現在では廃止となっている。ありがとうございます。